では、カジノ神殿進めていきたいと思います。パーティーを結構変えて、今あのレベルがちょっと低いので、もしかしたらずっと結構不安なんですけども、ここは辺り、ダークエンジェルとアークエンジェル、あとまあゴーレム、アイアンゴーレムですね、レベルがこの辺り低いんですけど、まあでもそこそこステータス高いですね。ダークエンジェルとアークエンジェルの位置入れ替えましょうか。アークエンジェルはこうか。こうですね、はい。お、わ、1階から広いですね。階段がありますね。今、分かれ道ありましたかね。なんか宝ないですね。上から行きましょうか。37か。広いですね。
は、ゴーレムも遅いですけど、攻撃したら強いですね。で、MP が1になったので、マナポーションを使いましょう。ここは宝箱だけでしたね。では次に、こちらですね。あ、全然いかないですね。タイプ相性がいまいちまだ理解できていません。ライトニングとかも足んないのかな。回復させましょうか。出口？あ、違いますね。また分かれ道ですね。戦闘がもう少し、早く終わるといいんですけど、ガビパンも捨てちゃいましょうか。一応説明、いつから持ってたのかも、すでに記憶にない年金物のパン。と、宝ロープ。これはアースクエイクしましたよね。例えばゴーレムの魔法特技、使ったことないので使いましょうか。機会があればですけど。使えそうですね。ロケットパンチと、なんだこれは、ベータレーザーでいいのかな。ロケットパンチからまず使いましょうか。
通に攻撃した方が良いような感じがしましたけど。あ、でも物理があまり効かない相手にはあちらの方が効くのかもしれないですね。ここは宝物だけでしたね。じゃあこっち行きましょうか。こっちは宝物ありそうですね。変えましょう。ベータレーダー。ロケットパンチより強かったですね。まあ、消費 MP 多いので、強くないと困るんですけども。こっち先行きますか。階段ですね。あ、こっち、あ、行きましょう。あ、忘れちゃった。こっちでいいのか。あ、これアークエンジェルですね。これはちょっと欲しいので、どうしよう。あ、でもさ、他のモンスターゲットしちゃってますね、これ。せっかくのチャンスを。
よくデッキキャラ見とけばよかったですね。ゴールに着きましたね。巨大な竜、やっと来たか。魔人を封印するものよ。最近魔人の復活の気を感じたからな。我はラファール、風を操る、風流でいいのかな。この地に住み千年、お前が来るのを待っていた。今ここに、我の力を引き継ぐがよい。封印魔法、ハリケーンを手に入れた。最大 MP が10上がって、ウィンドが10上がった。確かに良い瞳をしている。お前なら魔人を倒せるかもしれんな。というわけで、神の神殿はクリアしましたが、ダンジョンが探索しきってないので、もう少し探索したいと思います。こっちが宝。違う。アイテムで。はい、ポーションは。タックなってきましたね。いつもなら寝てる時間なんで。飛んでる、モンスターにはハリケーンが効きますね。これ結構痛いですね。違いましたかね。どっちだ。こっちは宝物かな。で、こっちの分岐ですね。タイミングが変なところで敵が出てきましたけど、防御。ただのハリケーンだけで倒せるんじゃないかなと。倒せましたね。はい。
ハイポーションを。あ、なんか違う道がありますね。こっちか。こっちに宝がありますね。2つ。肉はいらないかな。チーズもいらないですね。飲みと、小瓶。で、これどこだ？こっちに宝とかあるかな。ものすごく眠たいですね、ありますね。お金です。こっち行きます。あれ、さっき来たかな。あれ来てる、来てるなら一回ちょっと外出ましょう。あ、来てないですね。ロープを捨てましょう。で、一回出ましょうか。もう一回散策したいと思います。多分入り口一回出た方が早かったので。ハリケーン強いですね。飛んでないキャラクターにも強いです。階段が見えましたね。階段、こっち先行きましょうか。こっちじゃないですね。宝庫があります。何か捨てましょう。ロープこんなにいらないですね。こっちに何もないのかな。今のハリケーンだけでいい気がします。MP は、まだあるかな。ありますね。何もない。アイテムが持てない。あー、何か捨てるしかないのか。リターロープ、もう一枚、もう一個捨てましょう。で、花ポーションを、買いますか。内側
はこっちの階段ですかね。こっちは何もなくて、こっちは何もないですね。例えばですね、まあ激しくどうでもいい話なんですけども、今日は夕食に、基本的にご飯にお金はかけないんですけど、今日は久々に、800円近くお金使ってしまいましたね。あ、でもたまにはそういうのもいいかなって。もう眠くて言ってることが本当に意味不明です。いや、まあ眠くなくてもあまり話の内容がないんですけど、まあいろいろと疲れてますね。会いましょう。神殿の攻略が終わりましたので、動画を終わりたいと思います。神殿自体は、スムーズにクリアできたのではないかと思います。で、ちょっと今自分自身がかなり眠たいので、はい、動画を終わりたいと思います。